ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。皆さんは、ありもしないものに惑わされて、時間を無駄にしてしまったことはありますか？これは、そんな罠にはまってしまった、ある女性のお話です。ホラー映画見たからトイレに行けない。子供か。おむつはどこかしら。大人としての尊厳どこ行った。ふう、危うく人として大事な、もろもろをなくすところだったわ。幽霊怖がるとか情けないぜ。いないとわかっていてもやっぱり怖いのよ。じゃあそんな霊夢のために、本当は実在しない大嘘な雑学を解説していくぞ。向かいのホーム路地裏の窓。今日の本当は実在しない大嘘な雑学。一つ目はこれだ。切り株の年輪で方角がわかる、というのは嘘。いやそもそもどういうこと？これは、遭難した時のサバイバルテクニックみたいな文脈で、よく言われる話なんだが、そういう時は、方角を知るために切り株を見つけるといい、とされている。南側は日当たりが良く、年輪の幅が広くなるからだ。あ、そういえば聞いたことあるわ。これで無事帰れるのね。しかし、これは嘘だ。はい、遭難確定。どうしてかというと、実際にはこういうことが起こるのは植樹された木に限られる。日当たりで年輪の幅が変わるのではなく、植樹は南向きの斜面に行われ、すると木の南側が低くなるから、幹を支えるために年輪が広くなるんだぜ。じゃあ、植樹されたところを狙って遭難すればいいってことね。おめでたいやつだぜ。じゃあ次だ。本当は実在しない大嘘な雑学二つ目。天津甘栗の産地が天津というのは嘘。ちょっとマリサ、あの巨大ブランドである天津甘栗の、産地偽装を暴こうっていうの？正義の味方を気取って大権力に立てつくと、二度とお天道様の下を歩けなくなるわよ。そういう話じゃないぜ。赤い袋に天津甘栗と書かれた栗は、日本でよく見られるが、実は天津というのは産地の名前じゃない。実際には中国、河北省の塩山山脈の周辺で採れた栗が、貿易港のある天津に集められて出荷されているため、その名前を取っているんだ。だから偽装でもなんでもないから安心してほしいぜ。まあ美味しさに変わりがないなら勘弁してあげるわ。何様？では次だぜ。本当は実在しない大嘘な雑学三つ目。秀吉の幼名が日吉丸だったというのは嘘。え、それはさすがにないんじゃない？大河ドラマとかでも散々言ってるじゃないの。そう。豊臣秀吉の幼名は日吉丸で、そこから木下藤吉郎、橋場秀吉、豊臣秀吉と、出世するに従って名前を変えていった、と、一般的には言われているな。しかし、そもそも貧しい農民の出身である秀吉に、幼名なんてものが付けられるのがおかしな話なんだ。幼名って、昔の人はみんなあったんじゃないの？いや、これは武士階層だけのもので、秀吉の親は貧しい農民とか足軽とかだったから、そんな習慣とは無縁だったぜ。そもそもこの日吉丸という名前の初出は、江戸時代の秀吉の伝記、保安太閤記なんだが、そこで、秀吉の母親が体に日輪つまり太陽が宿る夢を見て、その後秀吉が生まれたから、日吉丸と名付けている。英雄の誕生エピソードにお決まりのやつね。だから、あくまで伝説レベルの話だと言えるんだぜ。天下を取った秀吉が、自分を高貴な生まれだと世間に思わせたくて、広めた話だとも言われているな。私も出世した暁には、母親が超お買い得な卵をゲットして生まれたのが霊夢、みたいな話を広めるわ。チープすぎて需要ないぜ。では次行くぞ。本当は実在しない大嘘な雑学四つ目。右脳派、左脳派という区別は存在しない。私は芸術家タイプの右脳派よ。彼女はズボラなことの言い訳にそう自称しているだけです。霊夢の言った通り、世の中には論理的な左脳派と、感性豊かな芸術家タイプの右脳がいる、という感じのステレオタイプで、人間を分類する風潮があるが、こういう分類は、科学的には何の根拠もないものとされている。え、でも右脳の脳波が活発な人だとか、そういう事情があるんじゃないの？ところが、2013年にユタ大学で行われた研究によると、1000人もの人間の脳を解析した結果、脳が活動する際、右脳と左脳でどっちが優位になる、みたいなことは、起こらなかったし、人によって右脳と左脳の使い方が違う、などの兆候も見られなかったぜ。そんな、感性豊かっていうことだけが、私の唯一のアイデンティティだったのに。繰り返しますがズボラなのをいい感じに、言い直してるだけです。では次のやついくぞ。本当は実在しない大嘘な雑学5つ目。お酒を飲むだけで脳細胞が死ぬ、というのは嘘。ちょっと待ってよ。お酒飲んで脳細胞が死んでるって信じることで、なんか嫌なこともろもろを、忘れられる気になるんじゃない。お願いだからお酒を不健康な飲み物のままにしておいて。後ろ向きすぎる。まあとにかく、この話は嘘だ。そもそも、このことを言い出したのは20世紀初めのアメリカで、禁酒運動をしていた人々だ。当時はジン・リッキーに肺で脳が破壊される、
という言い方だったようだな。ちなみに、同じ人々がこんなことも言っていたぞ。血中に取り込まれたアルコールが燃え、焼け死ぬ。それはさすがにない、ことは私でもわかる。1993年の調査で、アルコール中毒の人とそうでない人の脳を調べたところ、ニューロンの数に特に大きな差はない、ということが明らかとなり、この話は見事、嘘であることが証明されたぜ。まあ脳細胞が直接破壊されるわけではないにしても、ニューロンの組織が損傷を受けるのは確かだし、その他、健康に悪影響を及ぼすからほどほどにな。ストゼロ一期。やれやれ。では次の雑学だぜ。本当は実在しない大嘘な雑学6つ目。割り箸の語源は割って使う箸ではない。はぁ、割らずに食べられるって言うんですか。できるんならやってみてください。その小学生のノリやめろ。もちろん割り箸は、割って使う箸だが、この割り箸という名前の由来は、割って使う箸ではないってことだ。いやいや、じゃあ割りっていう言葉はどっから生まれてきたのよ。コウノトリが運んできたとでも？これはナタで木材や竹を割って、作っていたことに由来している。江戸時代、吉野杉という杉から樽を作っていた際に、余った材料を利用して作ったのが、割り箸の最初とされているぜ。つまり、使い方ではなく作り方が名前の由来だったってことだ。なるほどね、話を聞くと納得だわ。割り箸なのに割り切れない話だと思ったけど、絶望的にうまくないぜ。では次だ。本当は実在しない大嘘な雑学7つ目。電子レンジの電磁波で病気になる、というのは嘘。ちょっと、私、病気になるって聞いてたから、冷凍ご飯も解凍せずに食べてたのに、そっちの方が病気になるだろ。てへ。電子レンジはマイクロ波を使って、食品の中の水分を加熱している。ただ、このマイクロ波は癌の原因になるから、加熱中は近づかない方がいい、という噂が根強くあった。いや、それは警戒せざるを得ない。しかし、マイクロ波はあくまでレンジ内で、放出されているものであって、漏れてくる量はほんのわずか、実害は特にないレベルであることがわかっているんだぜ。これからは安心して猫を温められるのね。おい今なんて。で、次の雑学だ。嘘発見器で嘘が暴ける、というのは嘘。言い方がややこしすぎる。つまり、嘘発見器は役に立たない、ということだ。でもこれって、警察の取り調べとかでも導入されてるんじゃなかった？そう。ただ、ポリグラフが 100% 信頼されているのかというと、かなり怪しいものとみなされている。そもそもポリグラフとは、呼吸、脈拍、そして血圧などを測定して、被験者が嘘をついた際に、それらの数値の変化を通じて、嘘であることを検知しようとしたものだが、実際の精度はかなり低く、偶然当たった程度のものであるとされる。つまり、結局のところ嘘を見抜けてないってこと？まあそういうことだな。つまり、私が昨夜、マリサの財布からクレジットカードを抜き取ったことも、バレないってことね。ああ、バレてないから安心してほしいぜ。では次。本当は実在しない大嘘な雑学9つ目。最強線という路線は存在しない。マリサ、ついに頭がどうにかなってしまったのね。最強線は実際にあるのよ。哀れむんじゃない。確かに JR 東日本は、最強線という名前のついた列車を運行しているが、実は路線としての最強線は存在しない。どういうこと？一般的に最強線とされている路線のうち、大崎から池袋は山手線、池袋から赤羽は赤羽線、そして赤羽から大宮は東北本線の路線であり、そこを直通運転している便のことを便宜的に最強線、と呼んでいるに過ぎないんだ。つまり、在来線を走ることができる新幹線の車両があるとして、それが山手線や東海道線を走ってる、とイメージしてもらえればいい。我々はそれを新幹線と呼ぶし、確かに存在はしているが、線路は借り物ってことだ。私たちの命と同じね。確かに生きているように感じられるけど、それは親や大自然から手渡され、次の世代に伝えていくいわば借り物。唐突にいい話しだしたけど、お前さっき人の財布からカード取ってたからな。では今日最後の雑学いくぞ。本当は実在しない大嘘な雑学10個目。スタンフォード監獄実験はやらせ。エッパの1971年の実験で、被験者に囚人と看守の役を演じさせたところ、お互い実験であることが分かっていながら、看守役は囚人役を残虐に扱い、囚人はこれに服従し発狂してしまうなどといった、事態が観察され、心理学においてもよく引用される、あのスタンフォード監獄実験が、やらせだったっていうの？その唐突な説明口調やめろ。まあそんな感じのスタンフォード監獄実験なんだが、これがやらせであったという証拠が見つかったんだ。証拠って？それは関係者の証言だぜ。自分が発狂したのは演技だった、という囚人役だった人物の証言や、囚人役を怒らせるよう指示された、という看守役の証言などだな。
結局は、それぞれに演技を仕込んでいたということね。この実験では、権力を与えられた人間が暴走してしまいがちなこと、それが、どのような性格の人にも起こることなど、が証明されたと言われていたんだが、こうなるとその結論も根拠に乏しい、ということになるだろうな。私に権力を与えてみなさい。暴走する自信があるわ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。